二号艇杉山浩成選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準優勝戦は委員からしっかり逃げての輸出となりました。はい、さあまずはここまで戦ってこられて、船橋の仕上がりから教えていただけますか。うんと、まあ伸びに関しては、まあ上位あると思うんですけど。 ちょっとターン周りとかその辺が、自分の中ではしっくりはきてないです。はい、今日の準優勝戦に関してはいかがだったでしょうか。うんと、まあ、悪くはなかったんですけど、うん、まあ、体幹の部分で、もうちょっとしっかりさせたいなっていう感じですかね。はい、わかりました。さあ、ええ、接中なんですが、まあ、コンディションも変わりましたが、乗り心地の方はいかがでしょうか。はい、うん、まあ、あのー、初日よりかは、だいぶ上積みはできているかなと思います。はい。さあ、その優勝戦に向けての作業イメージなんですが。 エンジンはしっかりしてるんであと、はい、は僕があのプロペラしっかり合わせることだけ専念します、はい、さあすは2号艇でのレースとなりましたコース通りレースイメージはいかがでしょうそうですね、まあ、2コースから、まあ、プレッシャーしっかりかけれればいいと思います、はいはい、さあ今節スタートに関してなんですがご自身との艦との比較はいかがでしょう、うんあのー、まずまず艦通りいけてるかなと思います。わかりました それでは最後にファンの方に向けて一言お願いいたします。はい、ええー、以上目指して精一杯走ります。お願いします。